こんにちは、億万長者合宿の動画をご覧の皆様。誰でも稼げる方法として吉谷さんが、ね、言われてたのは、1億本動画をアップしていったら、それはね、それは稼げますよ。もう本当に一生収入が困らないぐらいじゃないですか。じゃあ実際に1億本の動画をどうやってアップするかっていう方法論になりますけども、1億本はね、時間的に無理だと思うんですよ。どんな工夫しても。でもね、方法がないわけじゃないです。例えばこういうふうに考えてみたらどうですかね。会社の経営をしますと。その会社ってのは社員に毎日30本から50本の動画をアップしなさいっていう風なね、指示が出るんですよ。それだけです、仕事は。終わりって感じですよね。で、しかもその会社ってのは、ただ単に何もリソースがないところで動画をアップしましょうっていうと、結構きついんで、変な動画撮られてもいけないんで、じゃあ想像するにね、私がね、畜産農家をやってるとしましょう。畜産農家ですよ。畜産農家をやっていて、こっちにはね、カモがいて、こちらにアヒルがいてみたいな感じで、もう畜産がいるんですよ。あれにしましょうか、鶏肉にしましょうか。鶏肉とか卵とかね、ああいうのをやってると、農家としましょう。そしたらね、そのひよこたちがピュー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 歩いてるところとか、鶏がカッカカカやってるところとかね、カモがね、こうやってなんかついばんでるところとかをずっと動画撮っとくわけですよ。で、スズメが来たりとかね、そういうのもいいですよね。で、そういった畜産農家の鳥シリーズみたいな動画をただ垂れ流すと。で、ライブ放送しながら、そのライブを、例えばね、15分ごとに区切ったやつをどんどんこう、アップロードしていくって形でやっていったら、ほぼ放置で24時間中ずっと録画されてるわけなんですよ。24時間かける、例えば動画1本を15本にするとしたら、24かける、4ですよね。そうすると、100本ぐらいの動画が撮れるわけですよ。それを、例えばカモならカモのこっちのアングル、あっちのアングル、引いたやつ、寄ったやつみたいな、いろんなパターンでカメラ仕掛けておくとどうでしょうかね。例えば1日に1000本ぐらい動画アップできると思うんですよ。しかもほとんど作業なしです。そうなったらどうですかね。1000本が10日だと1万本でしょ。これだったら別に1億本いくんじゃないですかね。で、しかも今の畜産農家をされてる方にちょっと提携していくだけなんで、そんなに負担はかかんないかなと思うんですよ。あとこういうのもあります。ネクスコ日本みたいなね、高速道路がありますよね。で、高速道路の上に、その何ですかね、e-tech みたいなのがあるじゃないですか、ETC みたいな。あそこにカメラを仕掛けておいて、車が行き来したりとかね、どっか事故をするとか、違反をするとか、もう危ない追い抜きをするみたいな特集を作って、延々とアップしていくみたいなね。これでも稼げるんじゃないかなと。あ、そうだそうだ。高速道路で見かけた高級車みたいなシリーズでもいいと思いますし、40年以上前の古い車みたいな特集でもいいと思うんですよ。特に工夫しなくても切り取り方でいろんな特集ができると思いますし、それは自動的にコンテンツが提供されてくるんで、むちゃくちゃ楽だなと思うんですよ。じゃあね、高速道路の事業の一環としてそういったものを取り入れていきましたとかね、それとか大学でやるのは YouTube アップロードだけみたいな大学があったりとか、もうカリキュラムでね、大学のその出席日数じゃなくて動画のアップロードを1日に10本大学の研究室に送ったら出席と認めますみたいなことずっとやっていって、試験の時にはこの半年間で撮った動画を100本別でアップしてくださいみたいな感じでね、とにかく動画のアップロードを要求していくわけなんですよ。そうするとそれが全て大学の資産になって、その生徒さんが卒業した後も大学の YouTube 動画としてずっと収入稼いでくれるみたいなね、アクセスを取ってくれるみたいなことになるんじゃないかなと思うんですけどね。なんかね、ちょっと考えたら1億本もないくはないなと思いますよね。それ完全に一人でやろうとすると1億本は無理なんで、ちょっと考えないといけないよねってことになりますし、例えば先ほどね、大学に提携して動画をいっぱい集めてください、それを私買い取りますってやつでもいいと思いますし、高速道路の会社に持ちかけていって、さっきみたいな特集をやりたいんで動画をどんどん提供してくださいみたいなのね、法的なものとかプライバシーの問題とかあると思いますけども、大体仕事ってのはできないをできるに変えていって収入にしていくっていうのが一つの道なんで、こういうふうな新しい仕事も生まれてくるんじゃないかなって思いますよね。なんかスーパーの万引き現場を録画しておいて、防犯カメラをね、こう全部買い取るみたいなのもいいかもしれませんよね。なんかいろいろありますよね。実はね、防犯カメラって世界中にあるじゃないですか。あれをジャックしたチャンネルってあるんですよ。私その URL 持ってるんですけども、ここでは公開しないですけどもね、もちろんメンバーシップでは公開しますよ。世界中の防犯カメラをジャックして、いろんなところの防犯カメラをね、こうやって切り替えて見れるみたいな、世界中のやつを。これはね、なかなか面白いかもしれないですよね。こんなやつもいるんですよね。だからね、そういう情報がこう売られているといいますか、私のところにはね、ちょっとあるルートを介してもたらされたんですけども、なかなか面白いですよ。
あの寒い時期にはね雪が降り積もってるところとか、あと人がすってん転びしてるところとかね、あと何も起きてないところとか本当に1年に1人も来ないようなところにもカメラが仕掛けられたりとかね、世の中いろいろだなと思います。ということで、誰でも稼げるネタはどこにでも落ちてるってことなんですよ。要は自分がそれを気づけてるかどうか、どこの角度からそれを見てるのかってことだけだと思います。いってらっしゃい。